ユニコーンは日本のロックバンド。1986年に広島県広島市にて結成し、1987年アルバムブーンでデビュー。1993年に解散。2009年に再結成し、活動を再開した。1987年デビュー。所属事務所は CBS ソニーアーティスト。契約レコード会社は CBS ソニー。 初期の音楽プロデューサーは笹地聖徳。デビュー当初はビートロックの一派とされていたが、笹地聖徳の弟子である安倍が新メンバー加入後のアルバム、ハットリ以降は音楽性は何でもありになり、ライブにも独特の寸劇が組み込まれたりするなど、バンドブームの中でも独自の活動を行った。音楽性の違うメンバー全員が作詞と作曲とボーカルを担当でき、 当時のバンドの中でも抜きん出た演奏力を持つバンドとも評された。1990年にはフォースアルバムケダモノの嵐が第32回日本レコード大賞アルバム賞を受賞した。エビ・オクラーブ西川手島名義でユニコーンというタイトルのミニアルバムを発表し、1993年9月に解散。解散後はソロや新たなバンドでの活動、 他のミュージシャンのプロデュースと各方面で活動していたが2009年に再始動を発表。直後にリリースされたアルバムシャンブルはオリコン1位を獲得し再結成グループによるアルバムの首位獲得はかぐや姫のかぐや姫今日以来30年10ヶ月ぶりで史上2組目となった。また前回の首位から 今回の首位獲得までの14年10ヶ月というインターバル期間は、チャゲアスカの8年6ヶ月を上回り、19年半ぶりに記録を更新した。現在は再始動前の活動年数をすでに追い越し、精力的にライブ、リリースを重ねている。代表曲は、大迷惑、スターな男、働く男、素晴らしい日々、ワオ、など。 歌記は基本編成であり、レコーディングやライブでは各メンバーが楽曲によって様々な楽器を担当している。また作詞、作曲も全員が行う。安倍義春、キー部用 &GT、堀内和文、ベース部用、奥田民夫、部用 &GT、手島いさむ、GT& 部用、川西光一。 ドクター v o メンバー2名以上で構成されるユニット配信曲再発版ベストアルバムライブアルバムその他アルバム出演イベントありがとうございます